本日は緊迫した雰囲気とかピリピリした雰囲気とか盛り上がってまいりましたとかそんなフレーズをご紹介します。The pressure's o n p r e s s u r e is on を短く言っています。The pressure's on.The pressure's on. こんなフレーズがございまして、まずは なな、んてて言ってるかな全体の説明をしつつ「あプレッシャーってカタカナでも使えるのね」まあ「プレッシャーとストレスとどっち使おうかな」ですとか「じゃあ緊張の一瞬」みたいな、まあ、これあの、オリンピックの実況とかでですねさんざっぱらあの最近聞くフレーズであるのですけれどもどんな時に聞くかなというようなお話も挟みつつ進めていきましょう。全部のフレーズをゆっくり言うと「the」 プレッシャーがオンになっている <laughs> というふうに言うんですね。緊迫した雰囲気になってまいりましたとか、緊迫した雰囲気。同じこと言ってますね。ピリピリした空気とかっていうような雰囲気ですね。日本語で言うと。で、the pressure。プレッシャーって、カタカナで言うプレッシャーとほとんどニュアンスは一緒です。 あの重圧って感じですね。<laughs> カタカナのプレッシャーというものと同じ意味です。「is」が「on」。あのね、「on」の後ろに人がついたりすることもあります。特定の誰かに「the pressure is on him」って言ったらその重圧がいろんな皆さんの期待とか緊張とかいろんなものが1人の人にかかってる場合は人を。 人とかシチュエーションに対してオンなんとかっていうふうに目的語,目的語じゃないなまあ人に対してっていうふうに人の話が出ることもありますがでも空気全体が私たちが緊迫した雰囲気っていうふうにその空気のことを描写している時には後ろに誰誰とか何とかつけずに the pressure is on というふうに言いますで今回発音のポイントとしてですね pressure is on ンってプレッシャーと、えっと、プレッシャーとイズを分けずにですね、pressure ッ s on the pressure on あの、何しろ緊迫した雰囲気ですって言ってるので、結構それを言うときには、早口でまくしたてられていることが多いので、プレッシャーズ、プレッシャー・ is がキュッと縮まって、p プ s s シャー s on このジ e ルズのところをですね、練習してみようかなと思います。で、p r e s s u r e s 発音のポイントいくつもあるんですけれどもんとプレッシ e ー s u r e あの P と R のところはですね P の音は唇で作ってで R の音はですねベロで作るベロをふんわりさせてリラックスさせてふんわりと上あごを塞ぎサイドから空気と声が漏れないようにベロの先っちょだけを手前から前に手前からん手前から奥、えっと 奥かか、ら手前かどっちから見るかによって手前か奥か変わりますけれども自分から見て、えっと、奥から手前だ。自分から見て、奥から手前の方に向かってちょっとだけ動かすと R の音っていうのが出ます。でプレ、r e s s u r e ッシャーって言った時のこのプレのところはですね、先に R の音を構えて準備が完了した状態で P の音を出すとプレ。プレ 先に本当は後から出てくる R の音をもう先にこれあの P の時はベロが暇なので先に R の音を作っておいてしまってプレ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 ,プレできるだけこの最後までですね唇をブハって何て言う唇を解放してしまうのを防ぐとさらにいいですプレッシャープレッシャープレッシャーでこの PR の方はいいんですけれども <laughs> On のこのシューからズーに行くベロの動きというのが私たちができるだけ常に避けて歩きたいなと思っているところでもあるんですけれどもせっかくなのでちょっと練習をしてみましょう。pressures, ッシャーズ、シューズ、<laughs> シュ e ズ、だから、えっと、いっぺんね、プレって言ってベロ上にあったやつ下にやってんのにプレ s シューズ。 r がたくさんありすぎてですね。1回作った r を解放して、またもう一回 r に戻ってくるって。まあ行ったり来たり r をするんですけれども。あのシャツのシャ,シャツですね。シュ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 でこの R っていうところから何をしたいかっていうと、今 r の音になっている。横から息と声が漏れないようにぴったり、ここを塞いであって。 ベロの先っちょだけ浮いている状態この状態から Z の音を作らなくちゃいけなくてなので Before はこの状態ですここからですね しゅすごいですよね。ベロってこういう風にもするし、こういう風にもなるというですね、ものすごいあのアクロバットな動きのできる子なんですけれども、なので、シューズ。ベロの先っちょがですね、上あごのところで浮いてるところから、シュシュシュこのベロの先っちょが上あごのどこにもつかないように最大限の注意を払いつつ、 シューズだから何が起きやすいかっていうとこのシューズシューズシューズって言った時にこっからシューズに行くところでベロが何かを引っ掛けちゃうんですよ。 このベロが何かを引っ掛けちゃうっていうのが起きないようにできるだけゆっくり動かしてあげると、the pressure on. Press ures, pressures on, pressures, pressures, この sures のところがですね、レロレロせずに言うことができるようになります。 英語の発音っていうと、なんか英語の発音がうまそうにしてる人ってなんかレロレロするんですけど、レロレロしてる人は別に英語の発音が上手いだけじゃなくて、なんかこの辺でね、ベロが遊んでいるだけなのです。なので、必要なところで必要な音を作ってあげなきゃいけないんですけど、やたらとレロレロする必要というのは全くございません。で、そのやたらレロレロしちゃこのプレッシャーズとかって言った時に、やたらレロレロしやすいトラップというのがここにあるんですけど、なんでそんなことが起きるかっていうと、なんか、シューって言った時に、 シューズってしたいんですけど後ろにいっぺん行っちゃったりとかするんですよね。ーズ。なのでレロレロしたくないなって思った時にはえっと開始地点からシュシュと始まりの音から次の音に行くまでにあの最小限の動きにとどめておきたいなというのがレロレロを抑え,えるコツです。シューズ だから、シューって言ってる後ろになぜか後ろにこう、シューって言った後でなぜかベロを後ろに蹴りたい気持ちになるんですけれども、それをできるだけしないようにして、ただ上から下に押さえるだけっていう感じですね。シューズ、シューズ、シューズ。 ベロのねこの下の感覚が鋭くなって体操してみたりとかこうストレッチしてみたりとかいろいろやってですねベロと遊んでいる時間の長くなってくるとだんだんベロがどこにもくっついてないなとか今どこくっついちゃったかなとか引っかかっちゃったかなとかいうのがですねだんだんベロが分かるようになってくるのでプレッシャーズプレッシャーズレロレロしてないかなそしてベロの先っちょがどこにもついていないかなというトラブルシューティングをしていただくと ベロがどこかに飛んでいったりとか今どこか飛んでいっちゃったんですけれどもとかえっ、ー、と「the pressure's on」ピリピリした雰囲気になってまいりましたこれ別にあのオリンピックの実況の時だけじゃなくて会議室でなんか険悪な雰囲気になった時なんかに「the pressure is on」<laughs> なんかこれから競争が始まりますみたいなねなんかこれえっ、ー、とちょっとなんでしょうね、えー、と気まずい雰囲気じゃないですよね awkward とは違うんですよなんか バチバチしている、ピリピリしている、いい意味でも悪い意味でもというときにですね、the pressure's on というフレーズを使うことができます。もうこれこのままで使うって感じですね。で、the pressure's on っていうときって、まだ実際にことが始まる前なんですよ。で、実際にも本当にこの一瞬で運命が決まるっていうときには、the moment of truth、真実が決まる瞬間でございますっていうですね、実際に本当にこれが これがもう運命を決めるからねっていう時には The Moment of Truth 真実の一瞬という言葉が使われたりするんですけれどもでもこれから何か起きるよそしてピリピリ盛り上がってまいりましたとかねあとなんかハードル高くなってきたなっていう時にも The Pressure's On だから日本語でパッて思い浮かぶものの結構違うフィールドから出てくる言葉がですね、えー、と緊迫した雰囲気盛り上がってまいりました あと、今、ハードル高くなってきたな、みたいな時にも使えるお役立ちフレーズになっています。The pressure's on.The pressure's on.The moment of truth. ももし皆さん、頭に余裕があればですよ、不運そうやって言うんだと思っていただいたらいいんですが、ただ、発音のポイントは pressures.pressures. ここでレロレロしないというのをお試しくださいませ。そしてですね、うんと、words。えっ、ー、と、 意外とね、R で終わって3単元の S がつくっていうと、ころの words、words、<laughs> words、Wars、とかね、ワードって、えっと、単語たち。<laughs> How many words are there in the book? なんかこの,文章この本のなんか何,何単語あるのよくあるじゃないですかあの。英語の簡単な本とかでですねあの、えっと、ワードカウントって言って文字数がカウントされている単語数なんですけどね、カウントされているものとかって言った時の words とか。 R で終わって、Z で終わ、えって、と、R で終わって、複数がついてるやつはですね、この words というのが、pressures の urs というのがたくさん使われますので、レロレロしないように、そしてシュッと正確に言えるように、ぜひお試しください。ごご視聴ありがとうございいままししたチャンネル登録をお願いします